こんにちは、ラムネラボあんこです。今回は自分で LP が作れる4つの制作サービスを3つの項目で比較してみたというのをお伝えしていきたいと思います。自分で作れる LP サービスって難しくない？なんかどのツールがいいのか全然わかんないんだよねとお悩みの方へ解決していきます。どうぞご覧ください。デザイナー歴15年ですが、近年は LP の制作ツールを使ったご依頼も多いです。制作ツール4つ今回はお伝えをしていきますが、各サービスごとにできることや価格がそれぞれ違いますので詳しくお伝えしていきたいと思います。文字で読みたい人は概要欄にあるブログもチェックしてみてください。それでは行ってみよう。まず1つ目はペライチです。知っている方も多いのではないでしょうか。ペライチは国産のサービスで、豊富なテンプレートから好みのデザインを選んで、その後は必要な項目を埋めるだけ、それで1枚のペライチと呼ばれるページが作れてしまうというツールになります。ペライチの特徴的な機能は、直感的に操作ができるインターフェース、そして決済予約ネットショップ機能というものがペライチについております。ペライチの料金は、フリープランは1ページのみ作成ができます。なのでまず1ページ作ってみたい、試しに触ってみたいという方は、まずスタートプラン、そしてライトやレギュラー、ビジネスというものをお使いになるのがいいかなと思います。ペライチは LP 初めての方にとてもおすすめです。とにかく今回ご紹介するサービスの中では一番使いやすいため、まずやってみようというところでフリープランから使ってみるのもおすすめでございます。その2、 WIX は他の作成ツールに比べてテンプレート数が600以上、商品写真が2000点以上を超えた非常に豊富な素材テンプレートを揃えたサイトになります。WIX の特徴的な機能としては、テンプレートが豊富、そしてブログ機能、ネットショップ機能、他には見ないロゴメーカーという機能も存在します。 WIX の料金は、こちらもフリープラン0円で試しに作成することができますので、まずは1ページ作ってみたいという方もフリープランで使って、そしてビジネスプランなどに移行されるのがおすすめです。 WIX はこんな人におすすめというところで、 WIX を使っている人をモデルに自分も作ってみたいと思う方であれば、非常に WIX はおすすめでございます。その3、 JINDO。 JINDO は AI ビルダーが搭載された LP 制作ツールになります。AI システムにより自動で最適なページを作成してくれるところが非常におすすめです。 LP のデザインや作る手順に悩む方に非常におすすめのツールとなります。 JINDO の特徴的な機能は、お伝えした通り AI ビルダー、そしてクリエイターという2つのプランから用途別に選ぶことができます。また非常にシンプルで使いやすいのも特徴的です。 JINDO の料金は LP ビルダープラン、クリエイタープランによってそれぞれ値段が異なりますので、ご自身がどうしたいかによって合わせてご利用ください。 JINDO はこんな人におすすめ。まずはページが欲しい、早くシンプルにもう作ってしまいたい、時間をかけたくない、そんな方には JINDO とてもおすすめでございます。その4、スタジオ。スタジオのおすすめポイントは、他のサービスよりもステップアップしたツールになります。そのためテンプレートという見た目ではなくて、まるでオリジナルオーダーメイドのプロに依頼をしたような細かい表現が可能な LP 作成ツールになります。スタジオの特徴的な機能は、共同編集が可能というところ、そしてオリジナルテンプレートなども作成可能です。フォントも豊富で、とにかくおしゃれなものがいっぱい入っています。スタジオの料金は、スターターというプランがランディングページ制作の場合はおすすめとのことでした。スタジオはこんな人におすすめ。こだわりたい人や LP のデザインで他社とは差別化したいという方に、非常にスタジオはおすすめとなります。まとめ、ペライチ、WIX、JINDO、スタジオ、こちらの4つをお伝えしました。気になる LP 作成ツールありましたか？これからもこのチャンネルでは皆さんの困ったを解決していきます。コメント欄で質問やリクエスト、ぜひぜひお待ちしています。ここまでご清聴ありがとうございました。またね。